霊夢。最近見かけた都市伝説、知ってるか？あ、それってどんな話？紅の豚にまつわる都市伝説だ。宮崎駿の作品には意外と深い謎があるんだって。へえ、それは気になるな。どんな謎があるの？そうだな、それはまた後でゆっくり話してやる。わーい、楽しみだな。おい、期待してろよ。舞台となった場所、おい霊夢、聞いたことあるか？紅の豚の舞台になった場所が実在してるって都市伝説だぜ。え、本当に？どこが舞台なの？映画の舞台はイタリアのアデリアーノって港町なんだ。実際にある港と比較してみると、そっくりだって言われてるんだ。どうして宮崎駿がそこを選んだんだろう？それは宮崎駿がその場所の風景や、雰囲気に魅了されたからって噂されてるぜ。なるほど。実際の場所が映画の中に生きてる感じがするね。宮崎駿はリアルな風景を大切にしてるからな。映画の中の舞台が実在してるっていうのも、作品の魅力の一部だろう。それは確かにそうだね。他にも映画の舞台になった場所ってあるのかな？それは紅の豚を見てる限りではわからないな。でも他の宮崎駿の作品でも実在の場所を舞台にしてることはあるんじゃないか？そうかもね。それを知るには色々な映画を見てみないと。そうだな、宮崎駿の世界は広いからな。ありがとう、マリサ。いつも教えてくれて助かるよ。だからお前は俺に感謝しなきゃいけないって言ってんだぜ。音楽に隠されたメッセージとは、おい霊夢、聞いたことあるか？紅の豚の音楽には隠されたメッセージがあるって都市伝説だぜ。え、マジで？どんなメッセージがあるんだろう？例えば、サントラの中で流れる風の谷のナウシカのメロディが、紅の豚の中でどこかで使われているって話だ。それって何か意味があるのかな？それが謎なんだ。一説では、宮崎駿が作品同士をつなげているんじゃないかって言われてるんだ。作品同士をつなげるってどういうこと？例えば、風の谷のナウシカは紅の豚とは違う作品だけど、音楽を通じて世界観を共有しているんじゃないかって噂されているんだ。なるほど。一つの作品から別の作品へと続く物語みたいな感じか。そうそう、宮崎駿の作品はどれも独自の世界観があるから、それを音楽でつなげているのも面白いアイデアだよな。それってファンにはたまらない要素だね。そうだろうな。音楽には言葉にできない感情やメッセージが詰まっていることが多い。ありがとう、マリサ。また新しい都市伝説を教えてくれて嬉しいよ。お前が興味津々で聞いてくれるからな。俺も楽しいぜ。ポルコロッソの隠された過去、おい霊夢、聞いたことあるか？紅の豚の都市伝説で、主人公マルコの過去にまつわる謎があるって噂だぜ。マルコの過去の謎ってなんだろう？映画ではそんなに詳しく書かれてなかったよね。そうだな、でも都市伝説ではマルコがもともとは人間じゃなくて、魔法で豚の姿に変えられたって言われてるんだ。人間から豚に変えられたって？それってどうして？謎だよな。都市伝説ではマルコが何かの呪いを受けて変わったとか、魔法の実験に巻き込まれたとか、いくつかの説があるみたいだ。それってちょっと切ないね。そうだろうな。でも宮崎駿は意図的にマルコの過去を謎に包んでいる感じがあるんだ。なんで意図的に謎にしてるんだろう？それは観客に想像力をかきたて、物語に深みを与えるためかもしれないな。なるほど、観客が自分で考える余地を残しているってことね。そうだ、それが宮崎駿の作風だ。マルコの過去についての都市伝説、興味深いね。そうだろ？何か他にも面白い都市伝説があるかもしれないぜ。宮崎駿出演、おい霊夢、知ってるか？紅の豚に宮崎駿が亀を出演しているって都市伝説があるだろう？え、宮崎駿が出演してたの？そんなの初めて聞いたよ。そうだって、都市伝説では宮崎駿が映画内のどこかにちょっとした姿で出ているとか、声だけじゃなくて実際に姿もあるんだって。でも宮崎駿が自分の作品に出演するって、ちょっと信じられないな。だろ？でも宮崎駿は他のアニメ映画にもちょくちょく亀を出演しているって噂だ。それってどうやって見つけるの？宮崎駿の亀を出演を見つけるには細心の注意が必要だぜ。どうして？だって彼の出演はわずかで、見逃すと気づかないことが多いんだ。それは難しいね。でも見つけると面白そうだね。そうだろう？都市伝説に興味があるなら、他にも面白い話がいくつかあるぜ。本当に？どんな話があるの？それはまた今度聞いてくれ。次はどんな都市伝説を紹介しようかな？楽しみにしてるよ。じゃあ、次の都市伝説話を探しに行こうぜ。異なるエンディングの存在、おい霊夢、聞いたことあるか？紅の豚には異なるエンディングが存在するって都市伝説だぜ。え、そんなのあるの？エンディングって普通一つじゃないの？通常はそうだが、都市伝説によると紅の豚には、制作途中で変更されたオリジナルのエンディングが存在していたとか。じゃあそれってどんなエンディングだったの？それがわからないんだよ。噂では、宮崎駿が初めに考えたエンディングは結構違ったらしい。それって気になるな。なんで変更されたんだろう？それにはいくつか説があるんだ。一説によれば、スタジオジブリ内での意見の対立や、映画のテーマ性に合わなかったからだとか。なるほど。
でもそれが本当なら面白いね。そうだろう？エンディングって映画の印象を大きく左右するから、変更された理由も気になるところだ。でも、実際にはどのエンディングが正しいのかわからないんだよね。そうだな。宮崎駿自身もあまりにも複雑なエンディングが映画に合わないと判断して変更したんだろう。不思議だね。でもこれも映画の面白さの一環ってことかもしれないね。まさにその通りだ。都市伝説は映画の裏側に潜む面白い話がいっぱいだ。他にもあるの？都市伝説。そうだな、次はどんな都市伝説を紹介しようか？楽しみにしていてくれよ。期待してるよ。おい、霊夢、話は終わったみたいだな。うん、でも楽しかったよ。マリサの話、すごく面白かったし、教えてくれてありがとう。まあ、そんな感じでな。お前も悪くないボケがあったな。へえ、ありがとう。また新しい都市伝説が出たら、教えてくれるよね？もちろんだ、だぜ。次はもっと不思議な話になるかもしれない。わーい、楽しみにしてる。じゃあ、みんなも高評価とチャンネル登録お願いね。そうだな、お前も登録しとけよ。次の都市伝説も見逃すなよ。